はい、短期決戦です。3月7日、8時24分です。オーシャンステークスとチューリップ賞の予想をしていきましょう。あ、いきなり抜いてよかったか。よいしょ、ちょっと待ってね。動画始まっていきなりちょっと待ってね。はい、いきますよ。オーシャンステークス、チューリップショー、どっちから行くかな。3月7日、オーシャン、チューリップ。とりあえずオーシャンからだね。中山11です。阪神11です。今日はね、12星座中、1位の金運5だからね。あれだよ。すごいの当たるかもしれないよ。あ、じゃあ、12星座中2位の金運5。今日はすごいの当たるかもしれないよ。よし。じゃあ、いくよ。オーシャンステークス。タオブロンド。あ、強えな。ドラのキムチ君3短期指数高め。100。短期指数高いよ。ダノンスマッシュ。ナインテイルズ。ティーハーフ。グランボルー。グランドボヌール。キングハート。エンゲル編。大名プリンセス。生温かい四川産短期ちゃん3月2週目12万ぐらい飛んでない。飛んでるよ。ハウメア。ナックビーナス。活発ハッチ。ラブカンブー。エスターテ。レジーナフォルテ。成田スターワン。ああ、クールティアラ。タオブロンドン強いんだな。2番人気、ああ、すげえ強い。2番人気2.8倍。タオブロンドン超強いな。ルメール。何メートル？ 1200 メートル？おお、1200メートル。これタオブロンドンでいいんじゃないの？これ。ダノンスマッシュ。2番人気。タオブロンドン。ダノンスマッシュ。1番2番入れたら面白くなんともないな。ナックビーナス。ダノンスマッシュ強いな。ナックビーナス。野田のキムチ君さん、ビットコインのスキャンの難しい。それ難しいさ。この3頭にあと2頭入れる感じだな。何入れる？レジーナフォルテ。
14番。ラブカンブーはダメか。ハウメア、ハウメア入れよう。ハウメア。ハウメアいいよ。題名プリンセス。題名プリンセスね。グランボヌール。ナインテイルズ。ハウメア、ナックビーナス。いいね。レジーナフォルテ。これでいいんじゃないの？じゃあ。1,2,9,10,14。1,2,9,10,14。3連複ね、一応ね。一応3連複は1,2,9,10,14だけど、これさ、タオブロンドンの単勝でいいんじゃないのこれ。素直に。1200だからどうかわかんないけどね。強いよ、タオブロンドン。これ、何ヶ月ぶり？ヨネさん少しは回復したか。何ヶ月ぶり？1分7秒1。なんでダノスマッシュの方が人気があるんだろう。これ何月？ 2019 年9月。あ、随分休養明けなんだね。ダノスマッシュ。ああ、休養明けか。随分間が空いてるね。これね、G3。高いし1,300一固定して三福五点なら安いんじゃね。え？何それ？何それ？そんなことできる？三連複、十九一等流し、一固定、2,9,10,14。2,9,10,14。6通り。あ、ほんとだ。これ安いね。こういうことできるんだ。1頭固定するってことができるのね。面白い。山田高石千三一応は夢のあるオッズもあるか。夢のあるオッズないんじゃないの？チューリップ賞。グラブジュ、グラ、グラバーシュドール。山田さん実弾行くの。グラバ、うん。600円ね。クラバーシュドール。デムール。2番人気 5.6。めでたしめでたしいいね。めでたしめでたしいいね。これ入れよう。めでたしめでたし。クランジュドール。いいね。1番、2番。3番。スマート。リアン。スマートリアンいいじゃん。レシステンシア。あ、レシステンシア超強いよ。レシステンシア 1.6 倍。超強い。
レシステンシャ1.6倍、超強いよ。またあれだよ。阪神ジュベナイルフィリーズ1着とか、これね。12月でしょ。3ヶ月ぶりか。まだ1.6倍とかな。チェーンオブラブ。チェーンオブラブ。秋流春。昇竜春。ウーマンズハート。あ、いいね。ウーマンズハートいいね。モズアーントモ。なんて読んだ？モズアーントモ。アーントモ。言いにくいな、モズアーントモ。伊豆町の奇跡。高いし生産チューリップは一番人気勝率 50% 副勝率 80% だってよ。2番3番人気合わせて勝率 25% かなり硬いな。スマイルカナ。シャンドフルール。フルートフルデイズ。マルターズデオサ。あ、マルターズデオサいいね。ディオサ。マルターズデオサいいぞ、こいつ。6番人気17.5倍。PM ピンコ。PM ピンコ。PM ピンコいいね。PM ピンコいいね。PM ピンコ。1、2、4、7、13、14。1、2、14、13、14。1、2、2番。めでたしめでたしは来ないかな。来ないな、めでたしめでたしは。1、4、13、1、4、7、13、14。で、レジスタンシャは絶対来るから。4固定の、1、4、7、10、3、14。3連複。1、めでたしめでたし。ピンコ入れるよ。ピンコ、TM ピンコ、PM ピンコ。1、4、7、競馬にはデモはありますか。13、14。PM ピンク。デモ？デモないよ。デモあったら、1、最低賭け金が1円にしてくれたらね、全通り賭けれるんだけどね。まあ、これも配当少ないな。4固定の、みんなの競馬ってあんの？4固定の一等塾流し。4固定の1、7、13、14。ピンコ。PM ピンコ。和田竜二。うわぁ、配当少ねえなぁ、おい。これいいね。600円。これでいいや。あんまり夢馬券なかったけど。一等固定っていいね。一等固定って。一等固定ね。この一等が来なかった時が配当が高いんだけどね。実は。その絶対来る馬が来なかった時が配当高いんだけどね。まあこれはね、あれは。レジステンシャーは来るだろう。絶対。
1600メートル。1600メートル。10時35分。もう、本当だったら 1.6 倍に1万円かけてるところだけどね。もう、一番人気に1万円かけるのはやめたからね。金ないし。600円、600円ですね。600円、600円。1200円だね。いいんじゃないの？いいかけ方だ。あ、領収書書かないとね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。